卒業論文と修士論文っていうのは他の大学の課題今大学院の課題と比べるともうかなりり変わりますこの動画では以前は僕がね卒論を書く前とか修士論文を書く前にね知っておいたらまあよかったとかちょっと気持ちが楽になったとっいう内容をれお伝えしていきたいと思います。岩月ですじゃあ早速ね 一つ目からいいきたいと思います、まあ、これはアイデアが見つからないということで、ね、これについてお伝えしていきます。まあ、これは特に卒業論文を書く学生、まあ、僕のチャンネル結構大学34年生とか、まあ、社会人も見てますけど、まあ、そこら辺ってすごい多いんで、まあ、卒業を、ね、書く方がまあいるってことで、ね、お伝えさせていただきます。も大学の課題っていうのを振り返るとよく分かるんですけど、まあ、基本的に まあ、あのなんか覚えて暗記系っていう感じななのかな、まあ、暗記すると、まあ、いい点数が取れるとでいい点数が取れると、まあ、そのいい成績,成績が取れるっていう感じなんですけどこの卒論とか修士論文っていうのは、まあ、結構何かまあ真逆というか暗記 あんんまないんですよあの修士論文とか卒業論文まず、あ、これどっちでもいいんですけれどもで、まあ、何が必要なのかっていうと何をやるのかっていうのをこれ皆さん見つけないといけないわけですよ。なのでこれ僕振り返っても思うんですけど、まあ、なかなか見つからなかったっていうのは正直あります。ここまでで見見つつかからないいとで見つけ方っていうのは あんまり教えてくれなかったりするんですよ。うん、なのでなかなか見つからないということをお伝えしておきます。で、まあ、まあ、本当にまあその状況にあるとか、まあ、ちょっと探してみたいっていう場合だったら、まあ、こっちかこっちにどのようにまあ、例えば研究とは何かとかどういうふうにあのその研究のタイトルが見つかって絞れていくのかっていうのね、あのお伝えして良かったらねご覧ください。じゃあ早速ね二つ目に行きたいと思います。これ欲張らないっていうことをねお伝えしていきます。とまあ、単純にお伝えするとなんかまいろんなこと しすぎるとまあ何がね何か分からなくなってしまうっていうことでまあこれは研究をやり始めるとこれ皆さんね絶対分かると思いますこれ、ね、僕もそうでしたなんか最初ってなんかまあ大きく言うとですよなんかこの研究からなんかすごい世界を変えるぜみたいな多分そういうようななんかこれ一番新しいみたいなっていう感覚にこれね落ちていいと思うとかも落ることってあると思うんですよこれ卒業論文修士論文これ関係なくですまあでもそうなるとなんかいろんなで データを取りりりすぎちゃったりとかかなななん少いいいいよよも多う方が感覚ですよでもやっぱりデータが多くなればなるほど例えばですよこれ皆さん卒業本時に文章を書くわけですよなのでデータが多ければ多いほど書かなきゃいけない文章もまあざっくり言うとですよ多くなると思ってください、まあ、なので研究っていうのは何かの目的があってそれを達成するためなので一つの目標っていうのを皆さん 考えてみてください。これできればシンプルに考えてみるというねお伝えします。で、一つ目標に対してまあざっくり言うとですね、一つのデータがあればいいと思ってください。そうすることで,でこのあの研究の目的がありますと。このまあこの研究はこんな目的がありましたと。で、その目的に対してこのデータがありましたと。で、まあ、このデータっていうのは何だったかとかいう,ふうにあのまあ、お話ししていけるじゃないですか。あのねできるだけデータはま取りすぎない。なんか小じんまり縮まるような感じしますけれども、欲張るとこれ。 これはみんなながわからない多分データ出た皆さんもよく分からなくなるし指導教科も分からなくなるしまあ多分その感じで文章書いてるとあの聞いてる人とか読んでる人もわからないまあプレゼンした時に聞いてるんですけどなので、まあ、できるだけ小さくシンプルにまとめていくっていうねお伝えします。 じゃあ3つ目いきましょうか。まあ、論文が全く進まないっていうことで、ね、これでお伝えしていきます。まあ、これはまあすごいなんか課題書くの得意だよっていう方だったらこれごめんなさいあの失礼しました。そんなことねないかもしれないです。でもまあやっぱり基本,基本的には今までで多分一番長い文章をこれ皆さん書くと思うんですよ。まあ、なのでまあなかなか進まない僕ね全然進,ま進みませんで正直。でまあどういういうに今僕だったらまあこれ、 この脳みそを持って帰って卒論書けるならの話ですよ。どうやって書くのかっていうのをね。簡単にお伝えしていきます。まあ、これね。正確聞こえるかもしれないんですけど、まあ、真似をするっていうことね。お伝えしていきます。で、これもまどういうことかっていうと、これ皆さんのまあそのなんか？ いいろろ研究読んでるとしましまょうか,でなんかこの人この自分の領域で有名そうだなっていう人を一、まあ、人見つけてみてください。で、まあ、それでその人がどういうふうに論文を書いてるのかっていうのを、まあ、なんていうかあの、まあ、研究する、まあ、分析するというかあ こういうふうに諸言って組み立ってるんだなとかあこの人って例えば5段落ある6段落あるまあそれね僕やったんですよ博士課程の時に <laughs> まあそれもあって多分それなりにはね論文で書けるようになった例えばまあ論文の書き方諸言の書き方方法の書き方とかまあその考察の書き方とかっていうのは、まあ、こっちに置いておきますあ考察の書き方っていうのは多分今までで一番僕の中で多分なんていうかあのチャンネル登録者数の数からするとまあその人がまあなんていうかまあ 満足してててくれるるね動画にはなってるようですまあでも、まあ真似をするっていうことで、まあ例えば一つ、あ、この人有名そうだなと。うん、で、まあ二つぐらいその人の論文って見つけてください。まあ、できれば同じテーマがいいです。例えば、じゃこの運動によって、まあ、このように体重を減らしましたみたいな研究だったとしましょうか。で、その人がじゃ二2本同じような内容ので書いてたと。で、その人の論文って見てみてください。どういうふうに書言書かれてたかの。あ、これっていうのは、あ、肥満の話してるなと。で、次っていうのは、 例えば運動を反してるなとかっていうなんか多分ですけどもパターンが似てくるんですよで多分そのパターンを見てくるとあこういう 自自分も自分もの卒業論文書いていいいいててっったらいいんだなっていう何かパターンというか、いい意味で、何かでっかいのが小さく分けれるようになってくるんですよ。そうするとね、まあ、書くスピードっていうのはね、上がっていきます。はい、ここまでね、皆さんありがとうございます。じゃあ、いつもの通りね、まあ、ここまで来てくださった方、ボーナスポイントにいきましょうか。はい、ここまでね、まあ、参考になったよとかね、良かったらな高評価よろしくお願いします。まあ、すごいこう、なんていうか、まあ、結構ね、してくださる方っていらっしゃるんですけれども、まあまあ、小さいチャンネルなんですけどねあの、励みになるんでありがとうございます。じゃあ早速 いいきたいと思います、まあ、ボーナスポイントですけれども、まあ、大学院に行く人っていうのは書くっていうことをねお伝えするんですけどこれに関して、ね、何でかっていうのをお伝えしていきますこれ皆さん大学院はどんなところですかって聞かれた時にこれどんな答えが出るかちょっとね一瞬考えてみてください。まあ、これ多分、うん、なかなか難しいと思うんですこれで、ね、もう僕大学院行く前これねごめんなさいあの答えることって多分ねできませんでした、うん、でも、まあ、ざっくり言うと大学院っていうのは研究をするところになります。 で、やっぱり、皆さんも大学院行くってなった時に、まあ、行きたいとこ行きたいじゃないですか。こんな大学院行きたいなって多分ね、あの、目標があったりする、これ4年生だったらあると思うんですよ。とか、3年生で、まあ多分4年生で書くっていうのを決めてて、なんかその就職するか大学院とか、あの、いろいろ先って考えるじゃないですか。ってなる時に、やっぱりこの大学院行きたいなとか、例えばこの先生のもとで勉強したいなとかっていう風に思うと思うんです。その場合に、例えば、卒業論文を書いた人っていうのは、まあ、やっぱりね、大学院に入るので まあやっぱり優先されるんですよ、うんこれまあ、いろんな方に話しても、ね、そういういの聞きますでもまあその理由として大学院に入ると卒業論文というのを書くのでまあなんか一回研究やってた人の方がなんか研究楽しめたりとか、まあ、論文書けそうな感じってするじゃないですか、まあ、卒論の実績として。まあ、なので大学院進学するっていう方はね卒業論文書くっていうのをおすすめします。でまあもちろんねこれ博士課程行くとか、まあ、先の話になったら修士論文書くっていうの、ねまあ間違いなくて大事かなっていうふうに思います。 ここまでのね、内容っていうので参考になると嬉しいですまあ、こっちの動画っていうのは、まあ、こっちからどっちかわからないんですけれども、まあ、卒業論文っていうのは、ね、まそこまで怖くないっていうふうに、ね、あんまりこれね、言っちゃうとダメかもしれないんですけれども、まあ、なんでかっていうのをね、お伝えしてるんで、よかったらね、こっちからご覧ください。それでは皆様と YouTube でお会いしましょう。We will talk soon. Peace.